なんかもうね、せっかくやからちょっとリアルに悩んでることでもいいよ。長生きできるかも。そうですね。え、もう80歳ぐらいやったっけ。ちゃうよな。なんかできれば、うん、なんか朝起きたら死んでたみたいないう流れを想像してるので。何今、はい、今朝起きたらこんなに節約してシャンプーも2プッシュでシャワーと毎日格闘してんのに朝起きたら死んでた。そういう流れ。めちゃめちゃ不幸やん。ちょっとやめて。なんか結構考えすぎちゃうんですよ。エレベーター乗ってて落下しちゃったらどうしようとか。どうしたどうした。だからそんなことないて。なんかそういう運に恵まれてるかどうかが。運に恵まれてるかどうか。了解です。朝起きて死んでないか、まあ、エレベーターが落ちて死なないか。死なないか。まあ、寿命という形では占いで見ることはできないんですけど、はい、健康運とかそういう怪我のないようなことでいけるかどうかというところが見れるので、はい、そちら見てみましょうか、はい、なんか怖いカードいっぱい出てきたね。怖いな。あ、ありがとう。ありがとう。え、今の最後のことか。はい。まあね、ちょっと初めにね、怖いカードが出てきてるんですけど、うん、こちら今逆位置で、ああ、意味が変わってくるって。はい。出てきてるので、うん、そんなに怖いカードではなくて、どちらかというと、復活するとかって意味合いがあったりとか、病気が改善するとか回復するとかっていうカードなので、うん、まあまあ流れ的には悪くないんですけど、うん、ただ心配しすぎてみたいな、ちょっとメンタル的なところがちょっとしんどくなってきてるのかなっていうところ。今もうすでに今いくつ？今18歳です。めちゃめちゃ若い。希望に満ち溢れてるやん。何も怖いもんないやろ。いや毎日怖いですね。多分軽トラに当たっても死なへんよ。大丈夫大丈夫、跳ね返せるんちゃう今やったら。じゃあ仮にいつか引かれてしまっても生きてますか？生きてますね。俺よっちゃんの占いいっぱい見てきたけど、車に跳ねられて死にませんかって初めてかも。そんな占い初めてやな。初めてです。この病気と怪我で言うと小林さんの方が、ちょっとうっかりな怪我が多いのかなみたいな。あら、思い当たる節ある？なんか一回、うん、ホームの階段で、うん、落ちちゃったみたいな。落ちました。落ちてすごい。もう傷だらけになって、大丈夫やったの？大丈夫です。もう治ったんですけど。治った。そのお化粧のコンシーラーで消してたんですよ、その時傷を、うん、そうですね、まあね、先ほどのちょっと占いでいろいろ見てた時もそうなんですけど、うん、どうもこう性格的な部分としてうっかりしてるところであったりとか、注意力がなかったりとか、なんかね、2人って実はすごい相性よくて、2人揃ってるとバランスいいんですよ。めっちゃ注意してくれる、注意してないみたいな。バランスがすごくいいので。注意しすぎるもんな。しすぎて、しすぎない、しすぎなさすぎて、これがまだちょうどよくて、そうかそうか、助けるんだ、助けるみたいな。相性いいんだね。相性がいいです。そういう歌作ったよ。そういう歌を、使う方と使えへん方みたいな。使おうよやめようよみたいな。使おうよやめようよみたいな。で一回却下されて2月ぐらい作ろうかちゃんとした歌。